はいどうも竹野五塾の大久保です今回は時事問題解説ということで2023年11月の時事問題を5問作成しました一旦ここで動画を止めてもらってこの問題を解いてそしてね続きの解答解説を見ていってくださいはいではですね回答解説をやっていきますまず1番11月15日岸田首相は APEC、まあ、正しくは アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席するためアメリカのサンフランシスコを訪問したとでちなみにね APEC とはということで APEC とは1989年に発足したアジア太平洋地域の21の国と地域が参加する経済協力の枠組みのことですとでね主な参加国参加地域として日本アメリカ中国カナダオーストラリアメキシコ韓国インドネシアなどとね まあこういうあの太平洋ねの周りの国々が参加してます。続いて2番目、11月20日頃各種世論調査の結果、岸田内閣のこれは内閣支持率ですねが20%台に下落しており、過去最低水準となりましたとね、さらにね内閣不支持率ですね、支持しない率は50からね60%台に上昇しましたと。 でこれらのね原因として、えー、政府の経済対策への不満や、えー、政務三役の相次ぐ自陣などがね原因というふうに見られていますと、まあ、ちなみにこの政務三役っていうのは、ここに書いてるんですけどね、あの各省庁にね、大臣いますよね、外務大臣とか法務大臣とかね、えー、財務大臣、その大臣と、えー、さらに、ね、副大臣、さらにね、政務官っていうね、まあ、この三役が置かれてて、まあ、これをね、 まとめて政務三役というふうに言いますと。はい、で3番目ですね、11月21日、北朝鮮、まあ、正しくは朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星を搭載したロケットを発射した、ね、でこのことによって、ね、そのロケットの軌道上の沖縄県では J アラートが発令されました。まあ、j アラートね正式には 全国瞬時警報システム、ね、こちらが発令される事態となったと。で、まあね、日本としては、ね、日本側としては、まあ、迷惑っていうか、ね、困った事態なんですけど、まあ、北朝鮮としては、ね、初の軍事偵察衛星の打ち上げに成功したということになります。はい、続いて、カッコの4番パレスチナで続く紛争において11月24日よりイスラエルとハマスですね、ハマスの間で、 双方の合意の下、4日間の休戦が行われましたと、さらに、ね、この休戦というのは、11月24日に、ね、始まったんですけど、その後、ね、2度の延長によって、計7日間、ね、休戦状態が続きました。でこの、ね、休戦状態の間にハマス、ハマス側から人質,質105人が解放されたあ、ね、一方のイスラエル側からは拘束されていたパレスチナ人ですね、240人が釈放された後 最後5番、11月30日、アラブ首長国連邦のドバイで COP28、COP まあ、正式にはちょっと長いんですけど、国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議が開催されましたとね、じゃこの、ね、COP って何ですかということで、えー、これはね、Conference of the Parties、えー、この、ね、C と O と P ですね、えー、これが略されて COP と呼ばれてますとね、じゃ具体的にね、えー、どんな会議かというと、 国連気候変動枠組み条約という、ね、この気,候変動に気候変動の問題です、ね、に関する条約がありましてそれに基づいて198カ国と機関が参加する気候変動に関する最大の国際会議こちらの、ね、第28回目の締約国会議というのが、ね、このアラブ首長国のドバイで、ね、開催されていますということになります。 はい、えー。最後まとめですと。まあ、1から、ね、5番の問題の回答をここに載せておきますので、もう一度ね、よく確認の方をしておいてください。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。